今最後のお客さん出ました。クローズドの看板出しちゃっていいですか？お願いします。ありがとね、ゆきとくん。ほんと助かったよ。年末ってイベントでバッタバタで。いえいえ、俺もモップがけ合流しますね。ゆきとくんがゆいちゃんの彼氏になってくれて本当によかった。いろんな意味で。彼氏、彼氏、彼氏。まだ他に誰にも言ってないから、改めて呼ばれるとなんだか。店長、明日も使うものってステージ袖にまとめときます。確かあの辺は。あんだよ、見てねえで手動かせ。はい、すみません。もうゆいちゃんはなんでそんな塩対応かな。もう22時か。掃除の続きは大人組がいるから二人とも上がっていいよ。はい、お疲れ様です。はあ、疲れた。って寒っ。コンクリ風クロスじゃなくてガチコンクリだからな、この部屋。早くストーブつけて着替え。あ、寒いそんなに塩でもないですよ。なんかあったかいの飲む？飲む。明日さ、どうする？ん？明日飯島のとこのパーティーじゃん。久しぶりにみんなに会うし。言う？付き合い始めたこと。ああ。やだ？言わない方がいい？いや、なんか考えてはみたんだけど、何が正解か。よくわかんなくなってきた。みんなに言う、言わない。でも隠れてこそこそ付き合ってる方が後でバレた時のショックが大きくない？それならバレないように隠し通す。でもいずれバレる。おは言わなきゃいけない時は来る。はるかが飯島も傷つくのでは。そもそも傷つく、自分に対して気持ちが残ってると思うこと自体がうぬぼれで失礼ではないのか？でもそんなん言ってみるまでわからないし、積極的に聞かれてもいないのにこちらから言うのって浮かれて見えない？デリカシーなくない？やっぱ別れるか。一発解決。待て待て待て、もうこの子は。確かに正解は俺もわかんないけど、でもいつか知られるならちゃんと自分の口から伝えたい、うん、もう逃げないって決めたから。明日タイミング見て俺の方から言ってみるよ。いい？ツリー見えないからもうちょっと寄って。ご無沙汰しております。どれにしよう。ユキとトナカイにしたんだ。最新のリボン2月超特大号は新年の替え歌と恋しよ。表紙&関東カラー43ページ村真由先生のハニーレモンソーダ。大好きがあふれる友情ストーリーカラー44ページゆずぽん先生のあの子の好きな人。キュートな色の神様ファンタジーくまちゃん先生のうさぎ年は逃走中。リボンスケジュールブック2023私の花園ダイアリー。今年のテーマは花言葉。オールカラー64ページでお楽しみ企画が盛りだくさん。総勢28名の漫画家さん書き下ろし、豪華ビレーイラストがたっぷり。日々を彩る華やかなシールで365日ハッピーに咲き誇ろう。さらにリボン史上最大書き下ろしスペシャルビッグポスターもついてくる。リボン2月超特大号は大好評発売中パス。最後まで動画